おはようございます。世界で戦うために海を渡った侍たち、今回は川上憲伸さんを取り上げていきます。徳島商業高校時代、4番エースとして甲子園に出場、チームをベスト8に導きます。初戦の久慈商戦でセンター頭上を超える二塁打を放つなど、ピッチング以上にバッティングが注目されていました。ここぞという時には必ず打っていたという打撃の才能に加え、フィールディングも良かったため、ショートやサードでもプロでやれたと言われています。実際に高校1年までショートを守っていて、プロ入り後も2年連続ゴールデングラブ賞を受賞したフィールディングは定評がありましたが、上級生に力のあるピッチャーがいなかったことから、当時の監督が転校させたことで投手として野球人生を歩むことになったのでした。通学した明治大学でも2年春からエースになり、通算28勝を挙げました。特に慶応義塾大学の高橋由伸とは同期のライバルとして好勝負を繰り広げ、高橋が打席に入ると目の色が変わり、普段あまり使わないフォークを投げていたそうです。東京六大学野球秋季リーグでもキャプテンとして全勝優勝に貢献しました。ちょうどその頃、中日ドラゴンズ監督星野誠一が優勝するためには柱になるピッチャーがいると探していたところ、明大の後輩でもある川上に白羽の矢が立ち、逆指名のドラフト1位で中日ドラゴンズに入団し、プロ野球選手として第一歩を踏み出します。川上はその期待に見事応え、1年目の開幕から先発ローテーションに定着、14勝6敗という好成績を残し、高橋由伸、小林寛平、坪井友近を抑えて新人王に選ばれました。2002年8月1日の読売ジャイアンツ戦では21世紀初のノーヒットノーランを達成。2004年にはリーグ最優秀選手、沢村賞、最多賞など9つのタイトルを総なめにして、チームのリーグ優勝に貢献したのでした。翌年も千葉ロッテマリーンズ戦で8回途中まで完全試合ペース、終わってみれば被安打1、スタメン全員から三振を奪って無四球、完投勝利を挙げると、2006年も同じくロッテ戦で9回までノーヒットノーランペースと好投、シーズン通算17勝を挙げて自身2度目の最多勝に、自身初の最多奪三振のタイトルを獲得するなど、球界を代表する投手となりました。2007年には通算100勝、さらにチームは53年ぶりの日本一になり、ついに日本球界の頂点に立ったのでした。メジャーが世界最高峰だとは思ってないです。むしろ日本の方が勝っている部分があります。足技、クイック、牽制、メジャーが嫌がる野球を日本はできるけど、日本が嫌がる野球はメジャーにはできません。だから僕の中では日本とメジャーはトントンです。僕は投手として日本で極めたいんです。どの時点で極めたと思えるか分かりませんが、メジャー行きを考えるのはそれからです。と語っていた川上にとって、日本一の次のステージとしてメジャーリーグ挑戦は自然なことでした。ダン・エバンスを代理人として海外 FA 権を行使、アトランタ・ブレーブスと3年契約を結んで海を渡ります。ブレーブスにとっては初めての日本人選手を中日時代と同じ背番号11を用意して出迎えると、4月11日のワシントンナショナルズ戦で先発としてメジャー初登板、6回を4安打3失点8奪三振の好投を見せて、デビュー戦をいきなり勝利投手で飾ったのでした。5月にはニューヨークメッツ戦で延長12回、チームの控え野手が尽きてしまったため、バッティングには定評があったピッチャーの川上が代打として打席に立つと、対戦投手が同じく日本メジャーリーガーの高橋健というサプライズ対決も経験します。日本で通算8本塁打の川上は戸惑いながらも力強いスイングで豪快に三振しましたが、コックス監督は彼は危険な打者だと笑っていたそうです。この年、オリオールズの上原、レッドソックスの松坂、ドジャースの黒田と日本人投手が立て続けに故障者リスト入りする中、日本人投手はみんな故障という評価になる、だから自分は1軍に残らないといけないと踏ん張り、メジャー1年目の開幕から先発ローテーションの一角として一度も故障者リスト入りすることなく投げ続けたのでした。その他にもアメリカ野球を1年目から思いっきりエンジョイして貴重な経験をたくさん積み重ねました。専用チャーター機で長時間の移動中、日本のポータブル型ゲーム機の技術にチームメイトが驚いたり、先発登板の試合で球審からルール違反ではないはずのグラブの紐が垂れていることを注意され、ベンチに戻るとチームメイトからアジア人に対する差別で単なる嫌がらせだよと教えられ、人種や新人に対して審判が不利な判定を出すメジャーの流儀も経験しました。2A や 3A も経験したことで、日本にやってくる外国人の気持ちが分かるようになり、違う視点で野球を見られるようになりましたとも語っています。
最高峰メジャーリーグの舞台でもロイ・ハラデイやヨハン・サンタナらメジャーを代表するエース級投手とも投げ合い勝利するなど、その勝負強さを発揮しましたが、援護率がリーグワースト3位で味方の打線とも噛み合わず勝ち星に恵まれませんでした。2010年も先発ローテーションとして奮闘しましたが、昨年同様打線の援護に恵まれず、さらに右肩痛もあり不本意なシーズンとなってしまいました。そんな中でも2011年の東日本大震災の際には被災者に5万ドルの義援金を寄付、さらに練習前のミーティングでチームメイトにも支援活動への協力を要請するなど、アメリカから日本のために尽力すると、2012年1月古巣中日ドラゴンズと契約して帰国。3月31日の広島との開幕第2戦で先発として6回無失点の好投を見せ、見事復活を果たしました。その後も右肩痛に悩まされ続けますが、2014年球団史上最多となる7度目の開幕投手に抜擢されるなど、長きにわたりその大黒柱としての存在感を示したのでした。中日対談会見では、限界に近いのは分かっているが限界を超えてまでもやりたいと飽くなき野球への情熱を語り、右太もも筋膜を右肩に移植するというスポーツ選手では前例の少ない手術を受けてまでも現役続行を模索します。四国アイアンドリーグの徳島インディゴソックスから選手兼任コーチへの就任を打診されましたが、入団には至らず、ついに現役引退を正式に表明。酷使し続けた右腕を休ませる時が訪れたのでした。平均144キロのフォーシームにシュートやスローカーブ、フォークボールにナックルなどを武器にしていましたが、川上のウィニングショットといえば、やはり抜群のコントロールで投げ込んでくるカットボール。メジャーリーグ中継で見たニューヨークヤンキースの生きる伝説、マリアノ・リベラが投げていた見たこともない変化球に衝撃を受け、自分もこの球種を覚えたいと思ったのがきっかけだったそうです。明治大学の先輩、武田和弘からカットボールについて教わり、リベラの投げ方を参考にして開発したという魔球をマスターしたことで大きく飛躍したのでした。正式にはカットファストボールと呼び、メジャーリーグではカッターと略されているこの魔球は、握りはストレートと同じですが、人差し指を中指側にずらしリリースする際、指先に力を込めて投げ込むため、球速はストレートなのに左バッターに対しては食い込み、右バッターに対しては逃げていく。そして曲がりは小さく速い。ストレートの軌道できて手元でキュッと内に切れ込んでくる。早く打つとファール、引きつければ詰まる。本当に厄介なボールだったのです。その魔球が伝説となった日が前述の2002年8月1日でした。東京ドームでの巨人戦、松井から3打席3三振をはじめ、ほとんど真ん中周辺にカット、カット、カットの連投で完全に強力巨人打線を追い込み、21世紀初のノーヒットノーランを成し遂げたのです。日米野球で対戦したメジャーリーガーからも、日本で唯一本物のカットボールを投げる投手だと称され、被打率と通算四死球率が非常に低かった上に、ボビー・コックス監督からはダンディーなカーブも投げると高く評価され、投手コーチのロジャー・マクダイルからはカーブも多投するようアドバイスをしていました。最多勝、沢村賞、MVP にノーヒットノーランと主要タイトルを総なめにした超一流投手でありながら、派手な生活を好まず、休みの日には一人で一日中海を眺めながらプロ級の腕前と言われる油絵を描くのが趣味だという穏やかな軍神、川上憲伸。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り世界で戦った偉大な侍たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。